皆さんどうもタイガです。お疲れ様です。今回ですね、はい、皆さんが気になるあのキャラを使っていきたいと思います。あのキャラですね。情報されましたが、どうなんでしょうか。クモ、はい、試してみたかったクモを使っていきます。情報されしクモさんですね。まあ、どれぐらい頑張れるのかわかんないですけど、相手の名前がすごいな。さて、キャラゲーを打つって名前リュウスが出てきたんだけど、どういうこと？俺こういう名前に変えるの本当にダサいと思うんですけど、どうなんですかね。なんか名前変わって相手煽ってるの本当にダサいと思うんですけど、人によるんかな、わかんないけどさ、俺はダサいと思うな。スキル打たねえな。あと一発落としちゃったらしょうがない。おーギャー、フランケンマジ邪魔。さあ行きましょうか。ここからクモ、で結構前線で抑えてるんで多分食らわないんじゃないかな。クモはユウスケのスキルギリギリ、うん、ギリギリね。でもう一発打ってくれれば一応一時的に解決はするんだけど、倒した OK、 いいよ。でこれはさすがに邪魔、死んじゃうんで。クモこんなやられたら嫌いし、マジで邪魔ですね。これ反応したんだね、クモ。こっからっすね。はい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 、クモの、うわクモ頑張ってんじゃないのこれ、知らんけど、もしかしてクモ頑張った。もしかしてだけどクモ頑張ったのでは。いやいやいや、時間ない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 、急げ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 、めっちゃ回復してる、急げー、ダメージも入るぞ絶対に。そうキャラゲー落ち、落ちそう、危な危なってか危なってか、落ちたら嬉しかったけどさ、落ちなかったか、クソ。すごい名前だったな。さすがに今スライムとかだと思うんじゃないですか。クモだとは思わないですよね。で美濃がキメガでしたね。さすがにクモを倒すキャラは引いてこないと思うんですよ。クモ固定なんていないっすよ。クモは耐久値が上がった感じかな。今回死にづらくなったよって感じなんですけど、そもそもあのキャラって耐久値うんぬん以前に、なんかあのキャラを倒せるキャラがはびこってたから無理だったんで、環境が変わればまあ話変わるよねっていう感じではあるんですけど、そう、割とすごいですね。美濃がキメガ固定なのか美濃がユース固定でキャラゲを打つ名前だからな、恐ろしいな。さてこれユウスケじゃないの裏、もしかしたら。でキャラ超強かったっすよ。ユウスケ、ウルフ、プランケン、ゴブリン。あ、これ超厳選じゃないのこれ。これ超厳選の、超厳選の匂いするんだけど。カニ、あ、シーサーみたいな札してんな。いけよ、もうキャラゲーじゃん。
ぽい。ぽい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 。頑張れ頑張れ、倒せ倒せ。知らんけど倒してくれ。倒せ。いいぞ。はい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 。なんだ知らんけど雲が頑張ってる気がする。雲が頑張ってますね。だいぶ頑張ってますね、雲さん。えらいですね。雲さん頑張りますね、あなた。もう相手キャラいないですからね。勝ちじゃないですか。というわけで、いやマジでキャラゲオスだな。はい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 。やばいですね。これ絶対この人のキャラ強いですからね。というわけで完全勝利ですね。雲頑張ってますね。だいぶキメガニは刺さるな。さあ3戦目ですね。頑張りましょう。お相手がバサカで、雲はバサカ結構まあバサカ相手は楽なんですけど、まあなんだろうな、楽っていうか雲ってそもそも何が楽か、何が楽かとかじゃなくて何がきついかって話になっちゃうんで、あー行きますか。ちょっとバサカ見すぎかもしんないけど、さて上下2個取りで、もう一発打たせられるかな。ラッキー、取った。でここがですね、かなりきつくて雲かられるんですよ。ボーイ、ナイス回復、えらい、待て、オッケー、えらすぎる。そこ倒せんのマジでえらいわ。さあ雲行こうか。でここワンパンなんでこっち注意ですね。でここを飛んでもらって OK、 少しでも削ってほしい。いいよ。うわ、確かね射程が同じだったはず。コング、多分これでもコングいない、多分倒せるよこれは。クモ頑張ってんなマジで。クモ頑張ってね。どうで取れないかな。取れなそうだな。いやだね、落城っすね。クモはだいぶ頑張った。あとね、相手のブルドラが途中からスキル打てなくなったのがマジでよかった。あれによってブルカじゃねえよ、グリドラが頑張ってくれた。はい、それではラスト頑張っていきましょう。お相手の名前がマッチングゴミって名前だったんで、多分持ってるんじゃないかな。そう、マッチングに対して悪いようにわざわざ名前を変えてる人は大体持ってるはず。でもね、交通 OB じゃないんですよ、そういう人って。1400前後とかな気がする。わかんないけど、持ってたら嬉しいな。クモはやっぱ予想できないですね、相手からしても。意外とね、クモが頑張ってるように見える。ただこの固定マジで大型戦がきついんで、いやースケベやれるかって感じっすよね。しかもバサカミレン
じゃあ何かまた。どうかな。下助ここで。あー無理かな。無理だなこれは。スライム。スライム1体目ですね。僕も行きます。はい、虹バット。はい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 。ビートル？それはダメじゃん。うわ、それ引かしかも通ってないし。上はやったけど。危ねえマジで今の。どうこれ。やれる？結構キャラ使っちゃったんだけど。あー偉い。分裂前のスライムを取るのはマジで偉い。ポン。多分相手も突破できないと思うんだよね。もこっから雲がどこまで頑張れるかって感じですね。それはねきつい。それねやりたくない。あれでタイトし。 OK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  いいよ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 。そうだよ、そう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 、そういうことだよね。ここはビートル。そう、あのベビーに雲やられたくないんで、どこまで減ってるか分かんないんですよ。なんでしっかりベビーはビートルでカット。オッケー。もうキャラいないと思う。結構雑に切ってきた、さっき相手。あの後ろ捨ててる、もしかして。捨ててはいないけど取れる。ナイス。さあ俺は強み持ってるからね。マッチングゴミじゃないよ。マッチングゴミって言わせるなよ。持っとけよマジで。途中で今マイクオフにしちゃった最後。マジでらへんでお願いします。あーまあ予想通りじゃないですか。1400ぐらいですね。というわけで、まあ、名前こんな名前の人とやりたくないんで戻ります。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。雲を使ってきました。まあステータスが上がったことによってかなりね変わったなっていう感じがしました。実際結構強かったっすよね。まあでもやっぱりブルドラガールズとかそういう雲を倒せるキャラが出てきちゃうと話変わっちゃうんで、そこだけマジできついんですよ。それさえなんとかできないんですけど、だからまあ中型でやっぱ火力キャラが必須なのかなっていう印象。うん、絶対火力枠引かなきゃダメだなと思いました。なんで、まあ、なんだろうな、支援火力じゃなくて、まあ、支援火力もいいんだけど、ユウスケとか、場合によってはアマゾネスとか、まあ、ケルベとか、そういったね、火力キャラがいると話変わるのかなっていう感じがします。はい、そんな感じで皆さん、今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さん、チャンネル登録の方、ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったら、ぜひご視聴ください。それでは、お疲れ様です。